こんばんは。こんばんは。すごいなんかあのなんか、はいはい、宝塚にいそうですね、なんか声がイケメン。あ、本当ですか。うん。え、何歳ですか。19歳です。19歳の女子大生。そうです。おお、宝塚出身とか、え、現役とか。違う、あ、違うか。今日はどうしたんですか。いや、普通に、たまおさんと喋りたくて、うん、なんかすごいな。え、声がめっちゃ好きなんですよ。そうなの。はい。いや、なんか飲みながら今、ドデカミン飲みました。いや、絶対太ってるよね。太ってないですよ。嘘、マジで。はい、絶対太ってると思った今。最悪、マジで。太ってって言われた。バイト何してるの。バイト、ラーメン屋でバイトしてます。ラーメン屋の前、絶対で太ってんじゃん。太ってない。なんかさ、体育会系のスポーツやってたみたいな感じの声してるよね。そうですね、はい、うん、今彼氏はキャプテンなの。キャプテンでしたよ。強そうだな。いや、ね、強くない。男子にうどい相撲勝っちゃうタイプでしょ。いや、勝てないです、それは。嘘つけ、お前。本当に本当に。じゃあ最後にハレンチハレンチって言って笑おうか。ハレンチハレンチ。勢い良すぎでしょ。なんか来た。あ、こんにちは。え、持ちつ持たれつあの子の実、どうもちるきんです。今回はあの有名実況者ハイドコミさんと一緒にオープンレックの生放送やっていこうと思います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お久しぶりです。いや、お久しぶりです。はい、動画送ったんですけど、動画というのはスカイプですかね。これ映していいのこれ。チチチリゲうんうんってなるほどね。なんかつかまってないっすか。ちょっと動画遅れてますか。いや、遅れてないな。ツイッターに遅れるかな。なんで網が、虫網がそんなことに、はい、そうですね、毛虫と間違えられました。毛虫とね、毛虫って毛深くて間違えられちゃったのかな、うん、はい。やっぱもう今日は動画にかけてきたのかな、全てを。そうです。だから、あ、だからそっか、そうだよね、こういうことしなきゃいけなくなこういうことしちゃったのかね。すげえ疲れてるよね、なんか。だからさ、なんかあと二重にかけてるよね、サングラスとメガネ。目悪いんで。あ、目悪いんで、はい、いや、目悪い人サングラス二重にしたりしないかな。うん、うん、じゃあちょっと、うん、急いでアップロードするんで、うん、あ、ごめん。あれ、それはもしかして、ええちょっと、え、嘘、ええ嘘、え、抜ける、え、抜ける方かい。え、ちょっと待って、え、ちょっと、え、いや、待って待って、いや、そっか、今感動してたと思ったら抜ける方だった。そうっすか、あ、そうっすか、間違いないっていうの。間違いない、声の形、俺まだ見てないんだよね、映画。うん、はいはい、じゃあ YouTube にアップロードしたの。 YouTube にアップロードしたの見ていいの。はい、検索してもらっていいですか。じゃ あ検索で出るから。うん、分かった分かった、うん、出る、うん、メッセージというかちょっと方向性分からなくなった、うん、ね、うん、ひらがなで、うん、僕と玉尾って僕と玉尾ね。すっげえ癖んだけど名前が、うん、これちょっといい、流すよ。じゃあそっち、ちょっと、はい、お願いします。いきます。じゃあ、こんにちは、はい、玉尾さん。こんにちは、チチチルヤケです。え、今回はここまで大きくなられたハイゲイタマオさん並びに YouTube チャンネルを祝しました。僕とタマオさんの
愛のメモリーズを作成ぜひご覧ください。それではどうぞ。メモリーズ歌かな。僕と玉を。これは1年以上前の話。いつものようにインターネットでレア物の画像をコレクションしていると、とある関連サイトにハイグレタマオの YouTube チャンネルがあった。これが私のハイグレタマオとの運命の出会いの始まりだった。震え上がるほどの奇声発狂、女性へのむっつりスケベ、20代半ばの童貞、全てのコンテンツが私を魅了し何かを変えた。それからというのも、毎日ハイグレタマオの動画を見始めた私は、初めこそは充実していたものの、最近になってなぜか物足りなさを感じていた。そう、僕の思いは確かな愛へと変貌していたのである。しかしチャンネルが大きくなり、登録者数が増えるほどタマオとの距離は広がるばかり。 Twitter でリプライを送っても返ってくるのはいいねだけ。そして私は凸を決意した。チチチレゲの誕生の瞬間である。そんなこんなでリスナー以上の関係になった私は、今もハイグレタモの動画を見続けている。きっとこれからも見続けるだろう。二人が結ばれる日はそう遠くないのかもしれない。ということでご視聴ありがとうございます。まあちょっと最後締めっぽくなって、ちょっとオチもあんまりなかったんで、まあ最後にちょっと自分から一リスナーとしてメッセージをチチチレゲから送りたいと思います。まあ玉尾さんにとって僕たちリスナーっていうのは数多くいるうちの一人だと思うんですよ。リスナーは数多くいると思うんですけど、ハイグレ玉尾さんっていうのは僕らにとっては唯一無二のこの世に一人しかいない特別な存在だと思うんですよ。なんでっていうことを忘れずに、これからも動画投稿頑張ってもらいたいなと思います。ということで今回は本当ありがとうございました。お疲れ様です。これから先タモがどこに行こうとも私は追いかけ続ける。たとえタモがあっちに行ってもこっちに行ってもそっちに行ってもあっちに行ってもどっちに行ってもあ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 っちに行ってもやべえ、やべえ、いやー、どうしよう、終わりますか。いや、素晴らしい。いやー、素晴らしい。いやー、これちょっとこれさ、動画化す、結局とつまち全部動画化するからさ、この動画貼っとくよ。説明欄にお願いします。いや、ここまで作り込んだらそれしないと。いやーこれはやばい。やばい、これやべえわ。あー、やべえ。ちょっと皆さん、ちょっとよかった、作ってもったり。チチチゲなんで400人近くになんかいいんだけど、登録者数が。なんで16年前ぐらいに動画上げてました。6年前ぐらいに動画上げてたんだ。皆さんこの URL なんでぜひ高評価をしてあげてね。お願いします。来年から大学生なんですよ。あ、そうなんだ。そしたら、この YouTuber になろうと思うんで。ああ、なるほどね。きっと玉尾さんを追いついて、追い越してみせます。わかった、はい、俺を追い抜いて。あ、それはゲーム実況じゃなくて、あー、どっちか迷ってる。あ、どっちか迷ってる。ゲーム実況にしようか。あ、ゲーム実況で。あー、やばいな、抜かされそう。本当に抜かされそうな気がしてきたわ。まあ、いやー、どうだ。いやー、頑張ってくれ。はい、はい、ありがとう。またね。ありがとうございます。はい、はい、See you、 ちじれたチンゲ。はい、ついたんじゃないかな、今日の放送。くそほど面白かったね。いやー、いい締めだった。とつまちやばいね。超面白いわ。いやー、シェリーちゃんもありがとうね。ということで、今回の生放送どうだったでしょうか。もうね、生放送でやるね、企画の中で一番とつまちが好きなの。あと、PC ゲーとかね。PC ゲー誰かとやったりするのが好きなんだけど、もうね、とつまちの時はね、いろんな人が来るんで、ぜひ見に来てください。
本当にね、もうね、もう、たちまちやってる時は一番なんかね、幸せな気分になりますね。ということでね、あと、ツイッターでね、とつまちやりますとかもつぶやくんで、ぜひですね、ツイッターをフォローしてね、僕にリプをね、はい、ください。あの、特に女の子、はい、とつまちも女の子ね、はい、ぜひ来てください。それでは、さようなら、あっ